さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。あと 200m、 先頭はキャプテンレイ、先頭はキャプテンレイ。残り 100m、 エリモイング抜けた、一気にアインディール、エリモイング先頭だ、エリモイング、エリモイング。1着、2着にはどうやらアインディール、見事に勝ちました。エリモイング、さあいよいよ直線の攻防。ここで先頭は競泳マーチ。あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。残り 100m、 競泳マーチ差を広げる。2番手はスピードワールド、完璧です。圧倒的な強さを見せました。競泳マーチ1着、2着はスピードワールド。これが G1 馬の実力だ。競泳マーチ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭変わってマサラッキー、残り 200m、 マサラッキー余力は十分か。さらに引き離していきます。マサラッキー先頭、一気にマイネルラブ、待機シャトル、待機シャトル。1着、2着にはどうやらマイネルラブ。これが絶対王者の実力だ。待機シャトル、